はい、どうもルッチャーです。はい、こんばんはと。はい、まあね、まだ1時ぐらいなんだけど、ちょっとね、まあいろいろとだるいことがあって、まあ別に特に大きな問題ではないので、もうすでに終わったことなんだけど、ちょっとだるかったんで、まあその出かけてね、ちょっと帰ってきて、だるいなみたいな感じになってたんで、本来はね、別に12時日付変わってすぐは無理かな、すぐはまだ帰ってなかったけど、まあ12時半ぐらいだったら別に取れたんだけど、まあね若干1時間ぐらい遅くなってしまいましたね。はい、まあ別にね、今日新しいことがないので、ネタ的にまあちいかわのネタもバックナンバーのやつを2本ぐらい上げたぐらいかな。まああとなんかクイズみたいなのをやったり、まあいつも通りね、なんかアンケートみたいなのやったりとかみたいなぐらいのことで、別に新しいなんかその VTuber の面白い子を見つけたとか、そんなのもまあ全くないわけじゃないんだけど、普通にいるんだけど、その今すぐ語りたいみたいなのがないので、まあ過去にね、まあ今はもうすでにいない人なんだけど、っていうか、まあ俺が切り抜きを作った時点でもういない人なんだけど、俺が一応もう3本ぐらい切り抜きを作ってて、で、このクリスチャンね、ひとみクリスチャンなんだけど、そもそもアーカイブ自体が、配信自体がね、そもそも2回かな、いや、そもそも、YouTube ライブは1回なんよ。何度か多分ラジオとかいろんな場面で言ったとは思うんだけど、YouTube ライブで配信をしたのは多分1回だけなんよね。で、割とその、まあ今でもそうなんだけど、フォロー2時かかわらず、まあ別にその個人税でも別の箱でもかかわらず、配信をやった後にツイキャスで配信、別で配信を撮ったりとかするパターンもまあ結構あるんでね、まあ割とVTuber っていうものに対してその、なんかプログラムみたいな、俺がね、まだツイキャスがっつりやってる頃に確かでき始めたんかな、その VTuber を名乗ってなんか審査みたいなやつを受けたら、なんか VTuber としてなんか認められると、なんかちょっと特殊ななんかあるのかな。俺もちょっとそのツイキャス今はもう明るくないので情報をよく知らないんだけど、ただまあなんかそんなことがあるらしくて、なんで、まあその当時は多分なかったと思うんだけど、まあまあそういうシステムはあったりするんで、まあそうでなくてもね、そもそも別に、まあ、あるいそれこ そ, そのラジオじゃないけど、その立ち絵をボンと出してなんか喋ったりとかするみたいなことが、まあ今でも結構ね、まあ今はね、割とそのツイッターのスペースができてから割とスペースでそれをやりがちなので、ツイキャスでやってる人もまあいるかなっていうぐらい、まあ多少はいるかなっていう感じなんだけど、まあこの子もね、そのツイキャスを4回ぐらいしてて、でまあこれちょっとその裏の話になると、この子の前世というか、まあ何て言うんかな、そのネット声優とかになるのかな、そんな感じでさ、いろんなこう声のお仕事みたいなのをその個人で受けたりとかみたいなことをしてたらしいんよね。まあもともとその当時ご本人は学生だったらしいんだけど、まあまあそんな風なことをしてたらしくて、で、まあ、その当時にそのデビューをしたので、まあ当然そのとそっち側のその前世のアカもあって、ツイキャスもやってたから、多分その流れで別アカを作って、そのひとみクリスっていう名前で今もあるんよ、アカは。っていうか、まあ多分そのもともとね、ツイッターにアカがあったので、ひとみクリスっていう、そのまだそのフォロで活動してる、そのまあ1ヶ月ぐらいだけど、でその後多分辞めた後も多分1年ぐらいはその普通にあったんだけど、まあ鍵がついたりねしてて、今はそのアカウントそのものは あるんだけど、まあ多分偽アカとかが出ないようにしてるのかな、多分同じ ID で作れたりするんで、そのアカウントを削除してからしばらく経つと、その同じ ID で作れたりするんで、実はひとみクリスですみたいなことできるんで、そう、まあそういうのを防ぐため、今一応そのホロのね、著作権があるので、だから多分その名前だけ残してるのかな、ひとみクリスっていう風になって鍵アカになってて、普通にアカは残ってるんよね。ただそのプロフィールとかそういうものは一切書いてなくて、ツイートとかも多分全部消されてるんだけど、まあまあそんな感じになってて、まあね、まあそういうその事情に関しては俺も過去にね、何度もそれについて喋っているので、まあまあそれについてはまあいいんだけど、
まあ、このクリスチャンの切り抜きを何本か上げてて、もともとのね俺の期待値的にはその1本目上げた時はそこまで期待してなくて、正直まあその知名度がなかったんで、そのフォローで辞めた子ってさ、まあ、このクリスチャン以外に桐生ココちゃんだったり、ルシアちゃんだったり、そのマノアロエちゃんだったりがいるんだけど、まあ、この3人はね割とみんな知ってるんよね。まあ、正直アロエちゃんに関しては期間は短いんだけど、ただまあその5期生っていうこともあって結構そのフォローがまあ有名になった後だったので、言ったらねもう3期生4期生とこう有名になってきて、まあ割と最近の話といえば最近の話なので、だからまあそのある程度知名度はねアロエちゃんに関してはあるし、まあルシアちゃんに関しては本当に最近なんでね、去年とかなんで、でまあそのココ会長に関してもそれぐらいなんで去年なんで、だからその時期の問題も当然あるんだけど、まあ、ただそのクリスチャン本当に黎明期、そのホロの黎明期でまだ全然有名じゃなかった頃だって1期生だからね、1期生の時点で1ヶ月で辞めてるから、まあ、まあ本当にそういう状況だったよね。だから知名度がなかったんだけど、最近結構そのまあ多分これもねそのゆっくりビジネスみたいなものが流行った後の話なんだけど、まあ、いろんなネタをみんなやるじゃん、まあ、例えば健康系とか食品系とかさ、まあ、過去の事件だったり過去の災害だったり、まあ、なんだろうな、他にもいろいろねアニメの裏設定だったりとか、まあ、そういうことちいかわとかね、まあ、あとガンダムとかドラゴンボールとか、まあ、いろんなね作品の裏設定みたいなのをゆっくりに喋らせるみたいなチャンネルだったりとか、まあまあ、いろんな企業の話とかゲームの話とか、まあ、いろいろあると思うんだけど、まあ、そういうのでその、まあ、VTuber について語ってるそのゆっくり解説みたいなのも結構増えてて、まあ、まあ前からあるんだけど、まあ、それでさその過去にホロライブに在籍していた VTuber みたいなのとか、まあ、過去に二次三次に在籍していた VTuber みたいなのが結構あったりするの。 AVTuber もあるよね。その、まあ、AVTuber なんか数え出したらきりないと思うんやけど、それでもあるから、だからその、まあ、そういうのが出て、そこで当然そのクリスチャンの名前も出てくるわけよ。だって当然一時的にとはいえそのホロライブに在籍していたので、だから当然名前が出てきて、他のそのさっき言ったアロエちゃんとかルシアちゃんとかココ会長とかに関してはみんな知ってるんよ。だけどそのクリスチャンに関しては下手すると名前すら聞いたことないみたいなパターンも当然あるし、名前はまあかろうじて聞いたことあったとしても声は絶対聞いたことない、まあビジュアルだけはちょっと見たことあるかなみたいな感じの人も多いので、まあそういう人がそのもしかしてアーカイブとか残ってるかな、誰か上げてるかなと思って見に来たら俺のチャンネルに引っかかったみたいなのがあって、そのめちゃくちゃ再生が回ったんよね、その時に。だから俺はこれ期待値があると判断して、その後にプラス2本ぐらいその切り抜きをアップして、しかもその後から上げて、その最初に上げた1本はもともとこのクリスチャンのアーカイブ自体にこの子がちょっとまだその時 BGM を見つけてなくて、だから BGM なかったんよ。まあこの後に探そうとしてたんだろうけど、まあ結局2回目の配信がなかったからその BGM がないままの配信だったんだけど、まあそんな感じだったんで、その BGM がない状態だったんよね。でだから俺の切り抜きも一番最初のやつはその BGM がなくて、でその2本目3本目に関しては後付けで俺が BGM をつけて それっぽくしてアップしたんよね。でその内容的にもちょっとちゃんとまあ一応面白い部分をその選定してね、アップを2本ぐらいしてるんだけど、まあ思いのほか思いのほかだったよ。もう最初のに比べたら全然ないよ。まあまあそれなりには回ってるよ。 1000までは行ってないかな、700とか800とかぐらいは回ってるんだけど、でも正直その最初の1本目が2万とか、まあ、3万弱回ってるんで、まあ、それと比べたらあまりにもひどいじゃん。結局同じタグつけててさ、しかも同じ人の配信でさ、気になったら他も見そうなもんだけど意外に見ないんだよねこういうのが。だからまあその他のやつはね未だにまあまあ回ってはいるんだけど、まあ、多分その瞳クリスで検索して、まあ、タグとかで出てきて、まあ、偶然そっちを見た人もいるんだろうけど、まあ、基本的にはそのやっぱりそのおすすめに上がってるので、俺の一番最初に上げたやつがそれがまあめちゃくちゃその再生されてて、それどころかまあ一時期にはそのまとめサイトみたいなものにも取り上げられてたよね一時期。だから再生がなんか爆上げとかブーストしてて、でまあ今の再生数になってるんだけど、まあね今だいぶね落ち着いちゃったんよね。まあちいかわの件で落ち着いてるっていうこともまあなくはないんだけど、別に関係ないからね、まあ、あれショート動画見る人本当にショート動画しか見なかったりするんであんまり関係ないよね。だからまあ落ち着いてるっちゃ落ち着いてる、たまにボンと回るんよね。たまになんか500ぐらいボンと回ったりとかするんよ未だに。
でやっぱりそのクリスチャンで検索してる人も一定数以上いるんでね。だからやっぱりその、まあ、ゆっくりの茶番じゃないや解説とかでこういう子がいましたとかっていう情報だけがこう先走るようになって、ある程度その今フォローを見てる人たちもクリスチャンのことをどんどん知っていってると。で知っていって、しかもそのさっきも言ったけどルシアちゃんとかは名前が出てくるわけよ。当然ね、高校会長も出てくるし、アロエちゃんもさ5期生の子が言ったりするじゃん。だけどそのクリスチャンに関しては絶対に誰も名前を出さないんで、その分やっぱちょっと面白いし気になるよね、みんなね。だからでしかもね、そのさっきも言ったけどアーカイブとかも残ってないので声を聞ける機会がないんよ。こういう子がいたっていうのは分かるけど声が絶対聞けないから、で俺のね切り抜きを聞けばその声が聞けるから、あ初めて声聞いたすごいみたいな感じのコメントが結構来てるんよね。だからまあやっぱりそのなんだろうな、まあライバルが少ないし、まあほぼほぼいないからっていうのもまあでかいのかなと思ったりするんだけどね。別に広告ついてないからあんまり意味はないんだけど、ぶっちゃけね、はい、まあ、まあそんな感じでね、まあクリスチャンの、ね、声聞いたことないとか、まあ、そのホロライブを、ね、応援してて過去にこういう子がいたんだよ、この子もまあ面白かったっていうかすごく声が、ね、魅力的な子だったんだよっていうのを、まあ、そうだな、そのもし知ってもらえればありがたいかなとは思ってますね。はい、ロッティアでした。バイ。